はい、どうもひろひです。先日ですね、モバイルバッテリーで有名なチーロさんの新製品発表会に行ってきました。何が発表されたのかというと、こちらでございます。チーロパワープラス3、ついに出ましたよ。しかも 13,400mm、 前回のパワープラス2が 14,000mm でした。容量アップでございます。ちょっと開けてみますね。ポン。はい、気づきました？気づきました？ちっちゃくなってるんですよ。容量上がって、容量増えてちっちゃく軽くなってる。 20% ほどね、ちっちゃくなってるらしいです。厚みは変わりないね。厚みは変わりないんですけども、ほら、背が短くなってる。で、中に使われてるこの電池が日本製らしいです。今回すごいね。ほら、箱見ると安全性と軽さの追求、でも下にだけど1円でも安くしたいって書いてあるんですよ。で、これついてるのが中に説明書と横に USB ケーブルだけなんですよ。前回のパワープラス2がポーチがついてて、で、ここに LED ライトがついてるんですよ。でもこれって使う人と使わない人がいるから、使わない人の方が多いんじゃねっていう話になったらしく、じゃあ取っ払おうと、の代わりにもう限界まで安くしていこうということで、今回これができたらしいです。安いって言ってもいくらなんだっていう話なんですけども、値段が2780円とリリース価格なんですけどもね、最初のロットがなくなり次第通常価格に戻っちゃうんですけども、発売とめっちゃ安いっすよね。 Amazon で、買えます。2014年12月6日の10時発売開始でございます。ちょっとね、僕もね、前回のこのパワープラス2がね、ちょっとへばってきてたんで、まあ、無限に使えるわけじゃないんでね、だいたい500回繰り返し使用できるそうです。容量1回のフル充電でだいたい iPhone 5S が5回充電できるぐらいこれにたまります。なんで今欲しいなって思ってた方はちょうど買い時じゃないでしょうか。あとは前回のパワープラス2から僕みたいに乗り換えるっていう方もタイミングがバッチリだと思います。ぜひですね、下の方に、Amazon のリンクと、あとはサイトの URL 貼っておきますんで、もう絶対見てください。あのね、あ、力入ってんだな、パワープラス3、すごい伝わる最高なサイトなんで、もうぜひそちらを見て、いいなって思ったら手にしてみてください。というわけで今日はですね、本日発売のチーロパワープラス3の紹介でした。じゃあ。